おとぎ話というのは、まあ、この子供がまあ読むものですから、まあ優しいというか、まあ楽しいというか、そういうものがあるわけですが、その中に人生とか文化に対して深い眼蓄を持っているものがまあ多いわけですね。その中で竹取物語という日本の有名なおとぎ話がありますけども、それもその一つではないかと思います。物語はもちろん日本人だったらほとんどの人が知っている、まあ、単純明快なもので、ある夫婦が竹やぶの中で光る竹を見つけて、それを取り出すと玉のような赤ちゃんが出てきます。それ後にですね、この女の子は月のお姫様であるということが分かりまして、最後にかぐや姫がですね月に帰ると、まあ、こういう、まあ、単純な筋ですね。この、まあ、あのかぐや姫はあまりに美しかったものですから、多くの若者が求婚をします。その中に、まあ、5人の王子が残るわけですね。でかぐや姫は、まあ、それほどまで言うならということでですね、こういうものを持ってきたら結婚しますというふうに言うわけですね。それは仏の民主の鉢だったり、蓬莱の玉の枝だったり、これはヒネズミの皮衣って呼ぶんでしょうかね。読むのも難しいようなもんなんですが、ヒネズミですから、まあ、火がついてるんだけど燃えない衣ということなんでしょうかね。それから竜の首の玉と、ツバメの産んだ小安貝ということになりますから、一番上には仏、蓬莱、ヒネズミ、竜、ツバメとついてましてですね、まあなかなかのもんなわけです。この世になさそうなもんであります。これがですね課題になるわけ。これ出題されますと王子様はそれを探しに行くんでありますが、またこれが面白いんですね。真剣に一生懸命探さないんですよ。真剣にこの、その世界の端から端まで行って苦労惨憺してなんて話じゃなくてですね、仏の民衆を探そうと思った王子はですね、まず探そうと思うんじゃなくて、どっかの石でごまかせないかなと思うんですね。それで山寺の石を持ってきましてですね、それで、これで頑張るんですけど、バレちゃうわけですね。もう一人の王子は、まあ、蓬莱の玉の枝なんてのはもう到底ダメなので、それに似せたものを職人に一生懸命作らせるわけですよ。で持っていきますとね、その職人にこのお金を払ってなかったんで、それを文句言いに来た職人がいたので、それでバレちゃったというですね、誠に抜けた話なわけですね。で、まあ、もちろんこの話はですね、まあ、物語ですから面白く読ませると、あまり真面目にですね、懸命になって探したら死んじゃったとか、それじゃあ、まあ悲しいからこの程度ということもあるとは思いますが、私はですね、この話の中に男と女の問題、もしくはそれを日本文化としてどう捉えてきたかという問題について非常に深い意味を持っているように思います。まず第一には、5人の王子にしてもですね、それから、ここに帝、つまり天皇陛下が出てこられますが、かぐや姫を愛した天皇陛下にしてもですね、なぜかぐや姫がいいのって言ったら、美しいからという理由だけなんですね。到底人と人との人格的交流があったとは思えません。中にはですね、屋敷のところに押しかけていってこう入れてくれないもんですから、塀をよじ登って一瞬見えたかぐや姫に惚れてしまうというわけですから、まあ、これはですね、人間の愛とか恋とかいうようなもんではなくてですね、男性の頭の中に作り上げた幻想ですね。それに勝手に自分が反応しているという姿のようにも見えます。まあ、こういった非常に単純なですね、恋愛の始まりというものも非常に面白いですし、それから第2にはですね、かぐや姫に難題を出された王子たちはですね、命を懸けて真面目に探そうなんて全然思ってないと、なんとかずるく立ち回ろうと、まあ、こういうふうに思ってるということですね。この第2点目はヨーロッパとかなり違うような気がするんです。ここに挙げる話が、いや全然違うと文学者から文句言われそうなんですが、ドンキホーテ、まあ、これはですね、中世の騎士の物語で、あんまりこう騎士物語を読みすぎて、錯覚に陥ったドンキホーテがですね、村の非常にこうあまり風采の上がらない女性を、まあ、アイドル、今で言えばアイドルにしてですね、騎士道、その女性のために
自分は命を落としたいと、まあ、こういう旅に出る話なんですね。まあこの話はまあそれはまあ話の筋でありますが、まあ、その中に文学評論あり時代論評ありでですね、非常にこの中身の濃いものになっております。まあ、例えば、スイフトのガリバー旅行記なんかもそうなんですが、文章の筋とは違う内容をかなり多く含んでいるというふうな文章でもあります。まあ、竹取物語も非常にそういう点ではですね、地名とか、言葉の由来なんかも入っておりましてですね、まあ、そういう点では、ちょっと類似したところがあるかなというような感じで、ちょっと私の頭に思い浮かんだというふうに思ってください。それからロミオとジュリエット、まあ、これはあのシェイクスピアの有名な悲劇ですけども、これもですね、まあ竹取物語とは似ても似つかないんですけど、なんとなく竹取物語を思い出すとロミオとジュリエットも思い出すっていうですね、まあ、そういうのがありまして、まあ、連想ゲームみたいなのですね、まあ、直接的にはグリム童話の悪魔の三本の木ですが、こういったあのヨーロッパ の童話なんかは古いものはですね、内容が随分変わってるものもあって、まあ、作る作家がですね適当に変えてしまうっていうものもあるんで、まあ、元がどうだったかってのはちょっと分かりにくいところもあるんですが、まあそういうものを思い出します。これらはですね、いずれもですね、命をかけて女性の要求に応えるのが男子たるもの本懐である、それこそ恋である、愛であるというですね、非常に強固な思想が貫かれてますね。それは当たり前だと、最初からですね、女性の出す要求に対してズルをしようというんなら恋するなと愛するなと、まあ、こんな感じなんですね。実に違うんですよ。そういうふうに考えますとね、ヨーロッパの男性は非常にかっこいいし誠実なような気がするんですが、いや、これが難しいと思います。これがこれからこの物語でも切り込んでいく、それがですね現在の男女の関係を明らかにできるんじゃないかというのが私の、まあ、考えなんですね。日本人というのは俯瞰的、抽象的、概念的なんですね。全体をざっと捉えるわけです。それで物事の本質を捉えるし、また私は捉えることができていると思っています。これに対してヨーロッパというのはですね、まあ、1596年にですデカルトが誕生するんですね。デカルトという人は還元主義の、まあ、教祖みたいに言われておりますが、まあ、しかしその前からですね、還元主義、つまり物事を一つ一つに分けて、これはこうだ、あれはああだと、まあ、こう考えてやっていくという、そういうものですね。非常に論理的であります。で、なぜヨーロッパのような解析的論理的に考える文化というのが女性に誠実であるということを要求し、俯瞰的抽象的な日本の考え方ですと、まあ物陰から一目見てかぐや姫に惚れてるぐらいなんだから、まあ、恋なんてのはもともと幻想だよと、そんなものに命をかけるなんて馬鹿らしいということになるわけですね。これはもう物語全体にもそういう傾向があるんですよ。例えば竹取物語の悲劇、これ悲劇なんですけどね、まあ最後にかぐや姫が車かなんかに乗ってですね、月の車に乗って月に帰っていくという悲劇なんですね。これもおじいちゃんやその天皇陛下は大変に嘆かれて、まあ、いろんなことをその後の話にあるんですけども、ロミオとジュリエットの方はもう最後に二人とも墓場かなんかだったと思うんですけど、死んでしまうんですね。まあ、こういった最後の悲劇の形にもですね、現れて、人生にはどういうものなのか、男女というのはどういうものなのかという洋の東西の差になって現れていると思います。まあもちろんですね、ここにまあちょこっとその男女の愛というものを書いたわけですが、これはですね、もう文学の中はほとんどそうですからね、文学の8割ぐらいはもしかしたら男女の関係かもしれません。人を喜ばせたり苦しませたりする、現代の夫婦の離婚問題、男女の愛と性の問題、この問題はですね、人類始まって以来の課題であり、かつ時代とともに変わり、かつ抽象的であるという、そういうことを含んでおります。ここではですね、論理的かつ包括的なですね、整理をしていきたいなと思っています。ということで最後にちょっとオチをつけますとですね、私はプラスチックや繊維を燃えなくする研究というのをもう20年来やってきました。数年前にですね、普通はボーボー燃える、まあ、プラスチックとかそういうものが全く燃えなくなるということを発見しました。いやー、びっくりしましたね。長くこの研究をやっているある研究者はですね、私のその写真を見て、実験の写真を見て、
背筋がゾッとすると言いましたね。いや、背筋がゾッとするということもあるし、いや、ひねずみの皮衣も、私はなんかかぐや姫に持っていけた感じがしますね。かぐや姫の目の前で皮衣を見せてですね、それに火をつける。全然燃えないと。ということで、どうだったんですかね。残念無念であります。